Thank you.
クビルだ。やってくれる。だがもう遅い。見るがいい。俺の策が成就する様をな。奴らを倒したんだ。
そうだ、俺たちの勝利だ。これでエオルゼアの連中も気づかず、自分たちの敵が誰かってことをね。アラミゴのエオルゼア解放のため、全ては必要な犠牲。ヘイ、行け、魔導兵器起動。何この音。帝国軍の魔導兵器、もう増援が来たっていうのか。反撃しろ、反撃だ。力が欲しい。帝国を圧倒する力が。無事だったか。どうにか潜入部隊と合流できた。今夕霧殿が脱出支援の飛空艇を呼ぶために連絡を取ってくれている。兵士たちが帝国の奴らに。誰かと思えば総帥閣下じゃないか。イルベルド、やはり鉄仮面の正体はお前だったか。もうやめろ、やめるんだイルベルド。理想は人の目を曇らせる。死にゆく仲間たちを見てくれ。私も力を貸そう。だから撤退を命じて一人でも多くの兵を。撤退？勝利を目前にしているというのに。だからお前は青二歳だと言うんだよ。まさか竜の目。雲海の底に投げ捨てたというのに。やめるんだ、それは人が扱える代物じゃない。長い長い苦難の道だった。アラミゴ人はあまりに敗北の屈辱に慣れすぎた。声を枯らして鼓舞しても向けられるのは濁った目ばかり。
今もウルダ派のルミン街では多くの同胞たちがダミンを貪っている。そしてロロリトから得た資金と武器がなければここにいる者たちでさえ決して立ち上がらなかっただろう。祖国奪還、アラミゴ解放、口で言うのはたやすいが、それを成し遂げるには全てを捨てる覚悟がいる。この化け物の目が人に扱えぬというのなら、喜んで鬼にでもなってみせよう。腐りきった魂を糧にして俺がアラミゴ奪還を成し遂げる。一体何をするつもりだ。勝利から一転して突き落とされた絶望の叫び、死の間際に絞り出される帝国への憎しみと力への渇望、その純粋な願いこそが信仰によらぬ新たな神を呼ぶのだ。信仰によらない新たな神。バカな、神おろしを使って帝国と戦おうというのか。イルベルド、お前だって万神の力に頼ることの愚かしさは知っているだろうに。知っているさ。だからこそこれまでの全ての万神を、第七霊祭を引き起こした黒き竜をも上回る力が必要なのだ。ここで召喚を始める気か。させないよ。終わりの始まりだ。俺の絶望もくれてやる。召喚式が成立している。神おろしが始まったんだ。そんなどうにかならないの、ババリモ。どうにかしてみせるさ。ねえ、ちょっとババリモ。第七霊祭の時、ルイゾワのじっちゃんが試みた封印魔法、あれを試してみる。待ってくれ、何の準備もなしにそんなことができるはずは。ある日の、これでも僕はじっちゃんの一番弟子なんだ。名城トゥプシマティ、そうか、その杖の力があれば。無茶だよパパリモ。だってあの封印魔法は、
脱出を。急げ、どんな反応があるかわからないんだ。脱出しろ。やだよ、パパリモが残るなら私も残る。いいだ、お前にはお前にしかできない役目があるはずだろう。それをやり遂げるんだ。頼む、イダを連れて行ってくれ。さよならだ、僕の二人目の相棒。さあ、一世一代の大博打だぞ。
ですよ。